えー、おなじみ京都大学原子炉実験所長小出弘明さんと電話がつながっています。えー、小出さん、はい。あ、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。えー、小出さん、今日はですね、はい、えー、ちょっとゲストにあの評論家の佐高誠さんをお呼びしていまして、<laughs> そうですか。はい、原子力の原子力村とテレビの関係についてね、今から語り合うんですけれども、そうですか。はい。あのー、小出さん、あの2008年になぜ警告を続けるのか。 京大原子炉実験所、異端の研究者たちという番組、ドキュメンタリーですね、はい、これに、えー、出演されて、その後、そのどうなったかというのをちょっと小泉先生、ちょっとその経過みたいな、あのご存知でしたら、ちょっと教えてほしいんですが、えー、私からあまり申し上げることでもないと思いますけれども、はいえー、私が、えー、知り得たことをでは少しお伝えしたいと思います。はいはい、その番組では これまで原子力に抵抗してきた私たち熊取の6人組と呼ばれているあ、はいまあ、題材に取り上げてくださったのですが、えー、それが放映された翌日になりまして、はいえー、関西電力がすぐに、毎日放送にに、えーはい、抗議に来たと関西電力が毎日放送に抗議をした。とんでもない番組だとで、毎日放送は原子力に関して変更しているという、そういう抗議をしていった。 と私は聞きましたこれ事件の経緯をちょっと調べますとね、はいあのー、社内で一度死者をして番組アドバイザーにも領収をもらって通常の放送手順を踏んで放送したわけで、あのー、番組としてもねあの推進派の方も出られてましたんでね、はい、あのバランス取れてたと思いますが、はい、小出さんたちを出したことが気に食わんかったんでしょうか もちろんそうだと私は思います、ね、これまで日本のマスコミという世界では原子力の反対派にものを言わせないということでずっと来たと思いますし私たちを。 何かその賛成の方ももちろん出ていたわけですけれども、はい、私たちに焦点を当てるような番組はとんでもないというのが多分マスコミの中の合意だったのだと思います。この番組を毎日放送,があの放送した後、えー、関西電力はスポット,ト CM を。 一旦引き上げた、はい、ということなんですよね。はい、早期聞,聞きました。企業としてフェアじゃないでしょう、えー、これね。もちろんフェアではありませんし、私はもともと電力会社がフェアだなんて思ったことは一度もありませんし、<laughs> はい、あ、まあま相変わらず汚い手を使ってくるんだなと思いました。うん、そのコマーシャルをまああのいろいろ流してましたけどね。はい。 原子力は五重の壁に守られていて安全ですみたいなコマーシャルありましたが、そ,そのコマーシャルをまあ見られたり聞かれたりして、先生どう思われてました実に不愉快ですし、そんなことがありようはずがないと私は警告をしてきました、はい、そして実際に福島の事故が起きてしまっているわけですから、電力会社の言っていた宣伝が間違えていたわけですし、その間違えた宣伝を流し続けてきたマスコミにも私は責任があると思います。 CO2 を出しませんというのがありましたよね、はいはい、あれも嘘ですよね、あれも嘘です CO2 出しますし、はい、あの廃炉とか、10万年の保管のことを考えたら、普通の火力発電よりも,もっと出すんちゃうかなと思うんですが、はい、おっしゃる通りです、私は、えー、現在言われている地球温暖化問題、はい、それの原因が CO2 だとは実は思っていないので、そのことをちゃんと聞いていただこうと思うと、大変な時間がかかりますが。 仮に CO2 が原因だとするならば、はいえー、原子力が最悪の選択になってしまい、あ最悪ですか、はい、石炭火力、今、西谷さんがおっしゃってくださったように、はいえー、いわゆる原子力を使ってしまいますと、核分裂性生物という放射性物質を大量に生み出してしまって、はい、その物質をきちっと管理をしようとすると、10万年とか100万年にわたって、はい 私たちがその作業に取り組まななななけけれれいくるそそが大きな問題ですよね今のために一体どれだけのお金がかかるのかどれだけの労力がかかるのか、はい、そしてそのためにどれだけの CO2 を出してしまうのかと考えたらもう到底引き合いません先生これね、はい、ずっとその空冷とか水冷とかで冷やすじゃないですかその使用済み核燃料棒ね、はい、その循環は石油を耐えてやるわけですからねええー えー、ということを、自然の冷却ということを期待していて、はいえー、地面の底に埋めてしまえば、はあ、まあなんとかなるだろうと、なん<あ>の,の石油も石炭も使わずにです、ね、ああはい、ただ埋めたところで自然の力で、まあ、冷やしてくれるだろうという期待をしているのですけれども、はいはい、そんな期待が成り立つかどうかということを証明してくれる科学がない。だって、10万年の間に地震起きますも,ん、ね、もちろん起こります。 もう何十年あるいは100年という単位で巨大な地震が次々と襲ってくるわけで10万年100万年を考えれば一体何千回何万回そういうことに遭遇しなければいけないのかということになってしまうのです。 えっと、い一旦整理しますとね、はい、ということはですよ、関西電力というのは小入れ、小出先生やそういうその反対する人を、まあ、出しただけでテレビ界に圧力をかけて、はい、テレビ界はその圧力がまあ恐ろしいので、まあ、そのコマーシャルだけ流していて、そのコマーシャルが五重の壁で安全だとか、はい、CO2 を出しませんとか、そういう嘘のコマーシャルを流していたと。そうです これは海外出この関西電力とそのメディアがこのものすごい責任を持ってこの、えー、原発安全神話というのを作り出していてこの事故があったと、はい、だこれはあのー、ちょっと責任を取ってもらわないかんわけですが、はい、この先生出られた番組は、はい、実はあのギャラクシー賞を受賞したんですよね。はい だからそういう意味ではね、ね、はい、まだあの両親というか私たちのその、えー、そういう両親もあって、そのせめぎ合ってるということだと思うんですね、はい、で、えー、そんな中で、ですね先生はずっとこの反原発で頑張ってこられたんですが、ちょっとあの先生のその個人的なその就職のことをお聞きしたいのですが、当初、先生はあの大学を出られて、電力中央研究所に就職が内定されていた。 はい、ところがそこに就職されなかったそれはなぜなぜんですか、えー、内定を取り消されました取り消された、はいえー、なぜですか、えー なぜということの正,、はい、正確な理由は私は知りませんす、ねはい、要するにまあ人事のことですし、えー、先ほどの番組に関しても関西電力がど,のどういう圧力をかけたということは私は正確には知りませんし私の内定が取り消された正確,の理由も正確な理由は知りません、はい、ただし私が聞いてきた範囲では私が当時女川原子力発電所に反対運動をしていましたので えー、それが電力中央研究所の知るところとなって<ー>私の内定が取り消されたと聞きましたああそれで、えー、京大原子炉実験所の方に、まあ、就職されたということですねはいあの先生よかったですその方が <laughs> <laughs> それでずっと、まあ、はい、はい、あのは、ー、こ,この原子炉実験はは大変あのー。 私の独創性を重んじてくだされるところですので、はいはい、私としては大変この職場は居心地が良かったし石谷、はい、さんおっしゃってくださったようにこ,そこっちの方が良かっただろうと言われてしまうと、はい、あのその通りだと思いますがまたあの私たちにとって良かったと思います本当に、はい、ありがとうございますい今日はですねあの小出先生とあのマスコミの問題そしてコマーシャルそして、ま、あの原子力に反対すると、まあ、こういう、ね、ことになったけれども、まあ、結果として私たち 私たちは小出さんというね素晴らしい、えー、まあ,あの科学者を得たということで、えー、という話でありました、えー、小出さんどうも今日はありがとうございますありがとうございました。